34年ぶりの復活。ナンバー・アイが日本テレビの新番組に出演決定。ナンバー・アイ、伝説のグループが蘇る。待望の出演が実現。34年ぶりの出演に際して、ナンバー・アイは日本テレビの新音楽番組に選ばれました。この驚きのニュースは、音楽界における転換期を告げるものとして、大きな注目を浴びています。彼らの魅力が多くの人々に伝わることを願ってやみません。 ナンバー、愛の出演が決まった日本テレビの新音楽番組について触れてみましょう。彼らが出演することで、34年ぶりという驚きの事実が明らかになりました。これは音楽界における転換期を告げるものとして非常に興味深いです。ナンバー、愛が新たな風を吹き込み、音楽シーンにおける新たなスタンダードを築く可能性があります。ナンバー、愛の出演が決まったことを知り、喜びを表明するコメントが寄せられました。 最高な情報ありがとうございます。予約しました。ちゃんと正座してみます。と、ファンの心からの感謝の気持ちが伝わってきます。さらに別のコメントでは、勢いが止まりませんね。彼らの魅力がたくさんの人に伝わりますようにと、ナンバー、愛の人気がますます高まることを期待する声が寄せられました。彼らの楽曲やパフォーマンスによって人々の心をつかみ、感動を与えることを願ってやみません。 ナンバー、愛の活躍に対する期待と興奮が高まり、さらなるニュースについてのコメントも寄せられました。楽しみですね。次々と嬉しいニュースでワクワクしていますと、ファンたちは新たな情報を待ち望んでいます。彼らが出演する番組やコンサートなど、ますます多くの人々が彼らの活動に注目し、応援することでしょう。また、ナンバー、愛が出演する、トベハイスクールについても触れられています。 今回は三人が一緒なのでどうなるか楽しみと、メンバー同士の組み合わせが楽しみなコメントが寄せられました。ファンたちは彼らのパフォーマンスに期待を寄せ、彼らが持つ可能性に魅了されています。さらに、コメントの中で、ゴートという言葉が登場しました。フル希望ですね。そしてできるならゴートもう一曲。と、ファンたちはナンバー、愛のパフォーマンスに高い期待を抱えています。彼らがどんな魅力的なパフォーマンスを披露するのか。 ますます楽しみが膨らんでいます。一方で、一部のコメントでは、一般人へのアンケートやランキングについての関心がないとの意見もありました。ファンたちは、ナンバー、愛自身の魅力に集中し、彼らが音楽界での成功を収めることを望んでいます。様々なコメントが集まり、ナンバー、愛への愛と期待が伝わってきます。彼らの活動に対するサポートと応援が続くことで、彼らの才能と魅力がさらに広まることでしょう。 ファンや音楽業界全体が彼らの活動に注目し、彼らの才能と魅力を再評価することでしょう。ナンバー、i の出演が期待される新音楽番組は、彼らの新たなステージとなり、彼らの音楽を多くの人々に届ける機会となるでしょう。彼らの活動に対する期待が高まる中、ますます多くの人々が彼らの音楽に触れ、彼らのファンとなる可能性があります。この新たな音楽番組を通じて、ナンバー、 愛はさらなる成功を収めることができるでしょう。彼らの才能と魅力が光り輝く舞台となることを願っています。